探してみるとするか。あれ、明らかに鈴木君っぽい人がいたけど、気のせいかな。あれ、いないな。鈴木君カメラマンか。人の気配がしたんだがな。鈴木くん、まだまだ探すのをやめないよ。試合時間5分経過。これはコートか。どうぞ、コートですよ。
鈴木くん何か盛り上がってると思ったらマットだった。鈴木くんもいろんな隠れ方をな、くれるだろうな。僕の話を聞いてくださいよ。話だけ聞こう。じゃあ、降りないなら僕がそっちに行きます。降りられない。降りられない。じゃあちょっと隣に寄ってはいただけませんでしょうか。すいません、申し訳ないです。ちょっと教えてください。いやもう本当になかなかね、こういった形のね、試合形式っていうのがね、皆さんに見せるの初めてでして、はい、うん、私としてはですね、うん、もっと皆さんの期待に添いたかったところなんですけれども、うん、はい、こうなってしまうとですね、うん、平日さんが僕をただボコボコにするという、うん、はい、公開処刑の形になってしまいますので、うん、できればですね、まずは和解という形で下に降りて、うん、もう一度仕切り直しということにはしてはいただけないでしょうか。仕切り直したい。仕切り直したいです。人生レベルで仕切り直したい。人生レベルで仕切り直したい。はい、一からやり直したいですね。そう言われてもなあ、こっちも商売であんたを倒しに来てるわけやからな。まあここはなんとか僕の顔を立てる。やりたくはないんやで、はい、やりたくないけど仕事やん、そういう。まあそうです、ね、戦う仕事やからさ。はい、いやでもここはもう昔馴染みの松井さんの顔を立てると思っていただいてですね、はい、見てください、ほら。まあそうやな、そこまで言うんやったら降りようか。本当にさ、うん、これやって初めて降りてくださる方に会いました。いや、すみません、ありがとうございます。まず僕先に降りますので、うん、はい、すみません、ありがとうございます。いや、よかったです、本当に。もう
あ、大丈夫です。お手元。あ、大丈夫。あ、よかったです。本当にもう。いや、私も大人げなかった。いや、そんなことない。いや、いい、いい。ほな、はい、試合続けようか。そうですね。あ、足広げ。はい、何でしょう。足広げ。あ、はい、大丈夫です。
な、しっかり。トリプルダウン。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、松井さん、松井、シックス、松井、セブン、エイト、ナイン。やめてください松井さん。さすがにこのまま終わりにしたらもう僕は帰ってこれなくなっちゃいますから。どっちにしろ帰ってこれないと思うよ。いやもうあれなんで僕の技で決めますんで。もうあれだ、あれってなんか回らない、どうぞ。おっしゃー、こうなっちゃうのか、いくぞスーパー太郎パン。あダウン、ダウン、ダブルダウン、ワン、ワン、ツー、スリー、あきらめないですよ、フォー、ファイブ、いいのか、フォール、ワン、ツー、スリお越しくださった皆さん、本日は誠にありがとうございます。皆様が今しがた見たものは春の幻だと思っていただければ幸いだと思います。勝ちは勝ちです。諦めなければこうして DDT の DNA のリングの上に立って平日マスクさんというレジェンドと戦うことができるということをこの私が証明したかと思います。皆様のこの静けさは私にとってはある種の快感になっております。今後の DNA、そして私の動向に本気で注目していただかないと本当になくなってしまうかもしれません。本日はこの後の試合を最後までお楽しみください。ありがとうございます。